キャッ。こんにちは。さあ、熱い戦いが繰り広げられている今年のプロ野球ですが、そんな中、はい、なんか全然ちょっと関係のない面白いことやったかなぁ。なじゃね思ってます。まあね、はい、まあね、今までいろんなね、豊さんのベストナイン、豊さんが作る全日本、はい、まあゲストの方のベストナインとか聞いてきましたけれども、うん、今回はチーム高木豊、豊さんが監督をするんだったら、うん、どこのチームで、そしてどんなコーチ陣をこう呼んでチームを作りたいかっていうのをちょっと聞きたいなと。まあ、ないけどね。ないけどな。あ、現実味がってこと。現実味がね。いいんですよ。いや、まあついてきてくれるかどうかわかんないけどね。でもほら、ね、野球好きの方って必ず自分はどこの監督だったら、うん、どの選手を使ってどのコーチとか必ず皆さん考えるじゃないですか。なのでちょっと豊さんも、まあ、野球一こうファン。まあ監督としたら、でしょ、はあ、だってコーチもね、うん、されてましたし、まあ、もうオファーがあっても監督やりたいよね、まあ、あるんだったら ね、だってもうコーチまでやってるんですか、その次はもうそうだね、はい、監督、まあ、やっぱりあの責任があるポスト、はい、自分で責任が取れるポストがいいよね、まあ、それは監督しかないんだけど、そうですね、さあまずどこのチームの監督やりたいですか、まあ、やっぱり DeNA だよね、それはあの別にいいんですよ、 OB だからとかそんな関係ないんですよ、今回は。いや関係ないけど、うん、ただ強いチーム行ってやったところで、うん、選手が優秀だと勝つよね、はい、まあ、DeNA も優秀な選手が揃ってきてるけど、はい、やっぱり横浜っていう街を活気づけたいよね。あ、じゃあ DeNA でいいんですね。 DeNA でいい、はい、いいんですよって、うん、なんか上から上俺から上から言うわけにいかないから、そうですね、いいよっていいよオファーも来てない、そうそういいよってやるよみたいな、はいね、じゃあ、はい、まあ、豊さん監督、はい、側近はヘッドですよね。まあそうだね。さあヘッドコーチは、ヘッドコーチはね、うん、元木を呼びたかったんだよね。ずっと言ってますもんね。ずっと言ってる俺がね、うん、でいくつぐらいからかな、40代入ってから、うん、まあそういう質問があったんだよね、いろいろ、はい、あの監督やったら誰ヘッドに置きますかって、うん、もう本当に迷わず元木って言ってた。それは元木選手の、まあ、選手の頃を見て絶対、ね、もちろんそれと、まあ、プライベートとかでも野球の話もしたりだとか、うん、生活の話もする中で、うん、ああこいつは使えるなっていう。まず元木さんはどこがまず素晴らしいんですか。まずやっぱり野球の方がいいっていうことだよね、はい、野球の頭がいいということ、うん、まあ、それとユーモアもあるし、うん、厳しいところがある、うん、まあ、ここら辺だよね、アメとムチみたいな、うん、それとやっぱ球場に来るときにどんな暑い日でもネクタイは外さない、うん、そのぐらいやっぱこう野球に対しては真摯に向き合う、うん、あのおバカキャラでさ、一時期、はい、やってたけど、あんなことではない。あれは違うよってことですか。あれは違う元木だから、はい、うん、野球人としての元木選手さんは全然全く違うってことですよね。相談ができる、相談、はい、だけど巨人がもう話さないよね。いや無理でしょうね、まあ、絶対無理だと思うよ、ね、はい、例えば原政権が終わったとしても、うん、元木ヘッドの政権は終わらないような気がする。あの元木さんは監督でも監督タイプではないってことですか。監督タイプではないよ、ヘッドコーチタイプですか、うん、でも元木がダメだったら、はい、もうダメだったらも考えてるんですね。ダメだったらもちろん、はい、ダメだったら、はい、佐々木、石井、谷繁、あ、全部 OB だ、うん、この3人をヘッドにしたい、うん、じゃあまず佐々木さんを選んだのは、佐々木はやっぱりさ横浜の顔だよね、で監督を引き受けるということは次の政権にうまくバトンタッチをするっていうことじゃない、はい、で佐々木っていうのはやっぱ顔だしさ、うん、俺一度はやっぱ監督やらすべきではないかなっていう一つの考え方があるのね、はい、で石井拓郎、谷繁っていうのは、まあ、この3人っていうのはやっぱチームの功労者じゃない、はい、だからやっぱ功労者がやっぱ監督をやっていくっていうのは、やっぱなぜ功労できたかっていうのはチームに愛情があるからできると思うんだよね、はい、だからこの3人を誰か据える、うん、あの元木さんがダメだったらってことですね、うん、ああそうなんですね。まあそれは考えた、はい、その中で
やっぱ話をしてどのぐらいの思いを持ってるかっていうので決めたいよね、うん、それと俺に従順であるかっていうこと、うんうん、いやそれは大きいですよ、 それはないですよね。それ面談というか話しながらどこら辺でこいつは従順だなとか測るんですか。いや、まあ、話の端々とかさ、あそういうのを取りながら、はい、あこいつは自分の意見を曲げないなっていうのは困るわけでしょ、はい、持っててもいいけど、うん、やっぱ柔軟にできるかどうかっていう、ね、うんうんうん、そういうところだよね。あじゃあ、まあ、ヘッドコーチの第一希望は元木さんだけれども、うん、元木さんは今原さんが 手放さないだろうから、巨人が手放さないと思う。なので、佐々木さんから石井拓郎さん、谷繁さんを候補に持ってきたいと、うん、はい、じゃあ投手コーチ野村、まずね、あ、はい、左ピッチャーのね、うん、野村と牧原、あ、巨人から来た、うん、ああ牧原さん、ミスターパーフェクト、お、これなぜ牧原、野村はやっぱ OB だし、はい、左ピッチャーで、左ピッチャー多いでしょ、はい、で野村っていうのはまあ左ピッチャーで優秀だったし、うん、まあ、教え方とかそういうのは左ピッチャーが教えた方がいいということ、で右誰を抑えるか教えるかというと牧原、うん、牧原はやっぱりねトーク力が、はい、会話ができる、うん、だから選手ともいい関係でいてくれると思うし、はい、あのやっぱねコーチってトーク力なんだよね、うん、選手との、うん、でどういうふうに自分のところに取り込んでいって、うん、自分の言うことを教えることを聞かせていくかっていうことがすごく大事だから、はい、牧原なんか俺は絶対優秀なコーチになると思う。あれ牧原さんってまだ巨人でコーチってやってない、やってないですよね、どこも。あ、じゃあこれを機に、うん、ぜひっていうことですね、牧原さん。はい、で、ね、次は野手、野手、はい、守備走塁ね、はい、前へっていうの知らないでしょ。いや、ごめんなさい、ちょっと分かんない。前へっていうのは今2軍でやってんだけどさ、DeNA のですか、うん、はい、この子はやっぱ守備がうまかったし、うん、性格的にねすごく嫌味がない、選手に対しての愛情を注ぎ込める、はい、マンツーマンでやってくれって言ったらとことんやってくれるような人なんだよね、うん、はい、で、もう一人藤田、楽天のまだ現役やってるけど、はい、あれもともと DeNA なんだ、はい、それからトレードで楽天行って優勝したんだけどさ、こいつの守備はめちゃくちゃうまいんだよ、はい、今は違うかもしれないけどもう日本一うまいって言われる、うん、やっぱこれを連れてきたよね。で将来的には俺藤田っていうのは監督があると思ってる。あ、そうですか。そのぐらい、そのぐらい性格がいいから、はい、だから藤田を連れてくる、うん、それがダメだったらいいわ。あ、井端さん、はい、もう徹底的に教え込ます。お、あ、もうとにかく井端は練習量を誇るからね、多分、はい、DeNA の二遊間とか、うん、バッチリ作ってくれる、うん、ただ藤田も作ってくれると思う。あ、そっかそっか、ああ、だから前が飛んで藤田、井端っていうのもあるかも。あ、そうですよね、うん、で、これ二軍監督はいいんですか、特に。まあ二軍監督はヘッドコーチの3人の中で誰かをやらしたい。あ、石井拓郎さん、谷繁さん、佐々木さんのどなたかを、うん、はい、で次の政権につなげていくと。おお、スライドさせていくということですね。そうそうそう。バッティングコーチは石、あれヘッドに、だからヘッドになったらヘッド兼バッティングコーチでもいい。ああ、兼任ですね。兼任、はい。でこれ石は左でしょ、はい、で右に新庄、はい、あ、ちょっと待って、新庄さん、あの新庄さんですか。そうそうそう、もうプロテストちょっと待ってと。いやいや、プレイングバッティングコーチでもいいんだよ。あ、だから DeNA がプレイヤーとして取って、うん、取りつつバッティングコーチもしてくれって、プレイングバッティングコーチ。おお、これはまた。で新庄は新しい発想が違うじゃない。いや、もうすごいですよね。ね、うん、でチームを明るくしてくれる。もちろん、はい、ね、やる気にさせてくれる、うん、新庄はマイナス思考じゃないから、プラス思考だから、はい、もうあのとにかくバッティングってさ7割失敗するって言われてるでしょ、はい、ね、そしたらもう負のイメージなんだよね、3割しか成功しないんだから、うん、新庄はそれを逆転する発想を持ってくれてるから、はい、だからそこで明るくしてくれたらいい。あ、選手たちを、だからやる気にさせるでしょ、うんうん、だそれでいいと思う、うん、ね、だから新庄を入れたい。精神的な部分でってこともそうですね。そうそうそう、もちろん、うん、でキャッチャー、バッテリー、はい、コーチがまあやっぱ谷繁だよね。
まあそうですよね、DeNA で、うん、だからヘッドやるんだったらヘッド兼バッテリーコーチ、うんうん、まあ補佐的なやつは谷繁が連れてくる可能性もあるけどね、はい、でもまあこういう風な感じでちょっとやってみたいよね。あ、これすごいじゃないですか、うん、この夢の中ドリーム、もう監督とコーチだけでドリームチームみたいな感じですけど、まあね、じゃあなんかそこの今ある DeNA の打線に補強したい、どっかから欲しい選手とかっています、監督の立場からって。中田翔が FA 持ってるんだよね。 FA 持ってるんですか今。あ、じゃあ口説きます。口説きたいよね。あ、来てくれると思うけど、それ豊さんの話術で。ちょっと電話しよう。いや今戦ってますよ。戦ってる。やっぱ今年の中田は違うもんね、うん、それと横浜スタジアムでやったらホームランを取れる。そうですね、うん、あの広いドームで、札幌ドームは広いもん。そこであれだけ打ってるんですもんね、うん、で打点も80打点だよ。はい、欲しいよね。中田選手、あと他にはいいですか、ピッチャーでも。あと、うん、バッターでもピッチャーでも。シュートが欲しい。足が欲しい。 DeNA いないって言ってましたもんね。いい、足がシュートが欲しい。でも徹底的に教えるけどね、走り方。あ、豊さんが、いやもう石井だと教えられるしさ。そうですね、もう総合コーチでいいんだよ、石井なんて。はいはいはい、全部口出せる、全部やる。ピッチャーはいないんですか、特に。じゃあそれいるよ。誰ですか、菅野選手と。菅野投手が、まあそりゃ菅野くれるって言ったらもうバンバンだよね。でもくれなくても今の現状メンバーで故障が治ったりだとか、うん、ね、ちゃんと使い方を考えてあげると、うん、そんな故障しないよ。あ、じゃあもうピッチャー陣は今の現状のままでいいですね。現状のままでいい。中継ぎもクローザーも先発もいらないです。もうなんか詰めてくるよ。いいねって、ファイナルは贅沢言ったら切りないよ。いや、まあそうですけど、一人だけ取れるって言ったら。一人だけ、ええ、取れるんです。山本。みんなパリーグじゃないですか。いや、なんだよ、セリーグは取りにくいじゃない、なんかこういう話でも取りにくいじゃない、セリーグは。これただの夢の話ですよ。本当の話じゃないですか。いや、なんか現実っぽくなってるからさ。どうしようか、今日あたり電話し始めちゃったら。中田ちょっと FA です。そうそうそう、お前 FA 使わないみたいな。ええー、ってなりますけど。あ、山本投手ね。山本は欲しいですよね。将来性もあるもん、含めてってことですよ ね。というわけでね、はい、あの仮想のはい、チーム楽しいな、なんかなった気分になれるね。もう途中からなってました。ああそう、完全に。ぜひオファーを。はい、どこかのチームぜひお願いします。